今年もやってきた、クリスマスアプデ。というわけで今回のアプデ情報を、一緒に見ていきながら解説します。まずはいつも通りお知らせ画面から、一番上にあるのは今回のタイトルイベントについてなんだぜ。新実装と強化クッキーの評価動画を投稿した後に、イベント攻略動画も投稿予定です。そしてお次は、コーヒー味のスキンが、招待イベント報酬に追加されたというお知らせです。でも招待イベントをこなす術が自分にはないんだぜ。それで次は、新クッキーとピザ味のスキンがピックアップされたガチャが、登場したお知らせです。毎回言ってる気がしますが今回のスキンも可愛いので欲しいです。そしてゼリースキンも同じように追加されてガチャが来てるんだぜ。そしてお次はクッキーの人気投票的なイベントです。今回は2023年に実装されたか、強化された好みが対象みたいです。優勝者にはバレンタインスキンが実装されるみたいなんだぜ。前回の時みたいに、スキン実装時には強化もされそうなので、誰が優勝しても楽しみですね。また後ほど人気投票イベントのところで詳しく解説します。そして次はハートを送る機能について、これまではゴールド宝箱のところから、一定数貯めたらゴールド宝箱を開けられるハートをフレンドと送り合えてたけど、それが1日ごとに消えるんじゃなく、持ち越されるようになって、クッキーからも毎日1個もらえるようになりました。ゴールド宝箱は塵も積もれば山となる要素なので、開けやすくなるのはいいですね。そして、クローベリーシーズンのチャンピオンズリーグがもうすぐ終わり、グランドチャンピオンズリーグが来るみたいなんだぜ。略して GCL ですが、GCL も色々模索してるみたいで、今回の GCL は勝ち残りやすくなってるみたいです。それでも最終的には実力で優勝者が決まるので、グループ振り分けでの運要素が減った感じだと思います。また実際に GCL が始まったら、頑張って走りましたと動画以外に、その辺についての攻略動画も出すかもしれないんだぜ。GCL は復帰ランで一番強いものを決める戦いなので、自分も準備して精神統一していきたいと思います。それで、そんな GCL のステージを使った、勝ち抜けチャンピオンズイベントも開催されるみたいで、こちらも楽しそうです。20人でマッチングして、最大6時間の間に記録された最大スコアで勝負するということは、競技の規模がでかくなった版という感じなのかな。始まってみないと詳しくはわかりませんが、こちらも攻略動画を出すかもしれません。Twitter での攻略情報発信で済ませるかもなので、Twitter の方もフォローしておいてもらえると嬉しいです。そしてお次は、新規さんと復帰者さん向けの7周年イベントの、期間延長のお知らせなんだぜ。一応、このイベントに参加できる期日が延長しただけで、すでに始めた人や復帰した人の、イベント終了日時は延長されないみたいです。そしてお次はテクニカルライセンスについてのお知らせなんだぜ。新しいテクニカルライセンス13が、12月中旬の14日に来ます。近い数字ばかりでわかりにくい言い方ね。13のクリア報酬では、一体何がもらえるのか、気になるんだぜ。そしてお次は競技のお知らせで、いつも通りのステージ入れ替えと、ドクターわさびの使用不可期間が来ます。イエティのアイスクリーム警告って、どう訳せばいいんでしょうね。警告はすでにあるし、龍警告とイエティ警告で使い分けたらいいのかな。そしてお次は強化クッキーについて、今回は3種強化されたみたいです。ピザ味と、ティラミス味と、クローベリー味ですね。明日は新実装クッキーの評価動画投稿して、明後日からこの強化3種の評価動画を投稿していく予定なんだぜ。一応、ピザ味とティラミス味はサンタ関連の強化で、クローベリーはチャンピオンズリーグのシーズン名に選ばれてたので、GCL 開催に合わせての強化ですね。ちなみに、ロリポップ以降は強化ではなく、調整や不具合修正ですね。ロリポップは次のアプデでスキン実装されるから、その時にきっと強化されるんだぜ。今回の強化ではクローベリーが魔改造気味なので早く使ってみたいです。そしてペットも、強化クッキー3種のコンビペットが強化されてます。ティラミスペットはクールタイム減って使いやすくなってるんだぜ。クローベリーペットも加点大きかった気がするので楽しみです。そして宝物では、キラキラ星ムードランプが強化、流星雨の不具合修正も来てます。ランプは距離系宝物なので、今回の強化3種みんな相性良さそうなんだぜ。コンビボーナスも強化3種のものが強化されてますね。そしていつも通り、強化されたクッキーの口チャレが調整されて、お知らせは終わりです。あとはその他のお知らせなんだぜ。不具合修正がメインみたいですね。でも不具合は自分が遭遇してないと、実感なくてよくわかんないです。こんな不具合起きてたんだ、って見てるのも楽しいんだぜ。お知らせ画面についてはそんな感じです。続いてはロビー右の各種イベントについて、まずは毎日ギフトを受け取っていくんだぜ。そしておもちゃショップ開店準備イベントが来てます。陳列棚のハテナを押すと各種ミッションが見れるので、ミッションをクリアしておもちゃをゲットして、それをいろんな組み合わせで陳列して、組み合わせによって報酬がもらえるイベントなんだぜ。全部右や真ん中や左のおもちゃで揃えたり、右2つ真ん中2つ左2つで揃えたり、確かおもちゃの種類は関係なく、おもちゃを右真ん中左のどこに何個置いたかの組み合わせが大事だった気がします。まあある程度ミッションクリアしておもちゃ解放したら、適当に組み合わせてけば報酬回収できると思うんだぜ。そしてお次は新クッキーのシトレン味のピカイチミッションが来てます。シトレン味の評価動画は明日投稿予定ですが、強い強くないに関わらず、クキチャレもありますし、ピカイチミッションクリアできる程度には揃えていいと思います。クッキーのレベルを上げると脱出レベルの経験値ももらえて美味しいんだぜ。そしてお次は新宝物のピカイチミッションです。新宝物は普通の加点宝物っぽいので、最近の加点宝物育ててない人は育てて、育ててる人はスルーでいいと思います。育てる人も育てない人も出会いイベントの報酬は美味しいので回収おすすめなんだぜ。そしてロビー右にある招待イベントの報酬に、お知らせに書いてあった通りコーヒー味のスキンが追加されてます。自分は招待イベントこなす術を持ってないので、スルーすることになります。
そしてお次は、ロビー右にある2023クッキー大賞イベント画面についてなんだぜ。こちらではミッションをクリアして集めた票を、好きな子に投票していくことになります。ミッションは私で隠れて見えませんか？画面の右下にあります。今回は2023年に強化実装されたクッキーだけだけど、その中でもグループに分けられてるんだぜ。各グループで投票数上位を決めて、その投票数上位たちだけでまた投票して大賞を決めるんですかね。期間が長いのでたくさん段階を踏んでいくのかな。とりあえずグループごとに票を入れたい子に入れておけば問題ないと思うんだぜ。そしてお次はロビー右下から入れるモード選択画面から変更点を見ていきましょう。まずはいつも通りクチャレで、新クッキーのオープンイベントが始まり、缶の売りのオープンイベントが終わって報酬が受け取れます。続いて新しいタイトルイベントが来てますが、今回の実装強化クッキーの評価動画を投稿し終わったら、攻略解説動画を出す予定なんだぜ。L プラス取るための編成などについて動画内でカバーできなかったら、Twitter で情報発信していくかもです。それでトロフィーサバイバルはあと1週間で終わるみたいで、リレー脱出では、ランダムチャレンジで今、ドーナツボールシーズンが来てますが、12月中旬にまたシーズンが変わるみたいなんだぜ。そして競技ではステージ入れ替えが来てます。なんだかアイスクマが多そうなステージ名ですね。そしてチャンピオンズリーグがもう少しで終わって、チャンピオンズリーグが終わると GCL が来ます。そういえば、クローベリー味シーズン終わる前にクローベリー強化来ましたね。前のシーズンもそんな感じでしたっけ？そしてストーリーは変更がなくて、レイドランはボスの入れ替えと、ブルーフローズン味クッキー追加と、ブルーフローズン味のスキルが追加されてるんだぜ。ブルーフローズンのスキル能力ですが、スキル発動時の攻撃以外にも、攻撃バフを得たら攻撃するという、特殊効果を持ってて、攻撃バフを得やすいチームモードではかなり強そうで、ソロモードでもそれなりに使えそうなんだぜ。楽しそうなのでいつか動画で使ってみたいですね。それであとは、ギルバとも記憶の島も変更がなくて、テクニカルライセンスには、12月中旬に新ステージが追加されます。そんな感じで、今回のアプデの変更点は以上なんだぜ。今後の予定として、明日には新クッキーのシトレン味の評価動画を投稿して、明後日以降に、強化クッキーの評価動画を投稿していくので、よかったらそちらの動画も見てみてください。そんなわけでクリスマスアプデ動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。